げようかな。あげようかな、どうしよう。髪色変えてないよ、落ちただけ。もう結構プリンです。あげるか下ろしてるかどっちがいい？どっちがいいですか？お前髪がぴっちゃんこ、こっちか上げてるか下ろしてるか。どっちがいいですかね。なんかね、上げてる？上げよう。じゃあ下ろしてる？上げてる？上げてるか。じゃあ上げよう。そう、髪の毛伸びたわ、めっちゃ。今日は朝からラジオをして、その後ちょっと時間が空いて、ちょっと運動ができてないのでジムに行きました。で、配信時間まで時間があるので、ここで時間を潰した方が、事務所で時間を潰した方が最適なんではないかと、安全面を考え、事務所で時間を潰すことにしました。高めにしようかな。出てくるかな。まだこんにちはの時間か。どうも、こんにちは。一つ結びにしました。今日はいかつめですね、服装が。もうね、前髪が長くて分けてるんですけど、髪色ね、みんなに言われるけど変えてないんですよ。ただ落ちてきただけ。だってもうここプリンです。まだいいかなと思って、やってないんですけど、全身はこんな感じ。セットアップです。大西とお揃い、紫か、なんか何あれ、なんていうの、茶色、なんか肌色みたいな。私今パッと出てこへんけど、それか悩んだんですけど、やっぱり着たい方は紫やったから、
まあなんかイケイケでもちょっといっかって自分の着たい服着ようと思って紫買いました。なんかファンの人とかはやっぱさ紫とかよりブラウン系、ブラウンや、ブラウン系が良かったんかなとかも思うけど、まあいいか。私はちょっと紫とか緑とか色物が割と最近好きなので色物にしました。例えばみんなにメガネを見せてあげます。私の土入りメガネ、向こう側見えそう。なんか私さ多分こうなってんのよね耳が。こっちの方が多分ね耳高くてこうなっちゃう。こんな感じでいつもオフの日はオフの日とあと文字読むとき、今日のラジオもそうやったけど、ひたすらメガネをして、あのなんか、ね、ずれんのよねこれ多分ね、左の方がねこう下がってるんです。でひたすら文字を見てます。やっぱね文字ね見えないんですよ。なんかここ最近メガネかけたからか余計に目が悪くなって、もうね遠い文字が本当に見えなくて、ひたすらこういう感じです。ちょっとずれてるけど、みんなそんなもんなん？私だけこんなずれてんの？でも確実に右耳の方がこうやって上がってる。こうですね、本当。そうで、こんな感じでおしゃめがです。ゾフで買いました。これね途中からねカーキ色になってて、こう緑でなんかね緑が最近好きで、なんかピスタチオカラーとかかわいいみたいなって最近にハマってるんですよね。だからこれにしました。そうカーキとかなんかね色物がねほんと好きなんですよね。ガラガラとかじゃなくて、なんか私結構シンプルめなのが多いから、黒白とか黒 T 白 T とかが結構多いから、私は結構あれですね。そうなんです。柄物を結構着ます、ね、柄物じゃない、色物。こんな感じです。メガネ全然動画ね右誰ハマメガネしたから、このね右だけ強くて、私乱視なんですけど右強くて左が普通ですかね。こんな感じです。まあ配信はまだコメント見えるんでいいんですけどね。
そう、卵子です。なんかね、やっぱりライブとかでライトがライトをに当たってるからか目がどんどん悪くなっちゃって、最近結構ね急速に目が悪いです。なんでやろ、このあと19時からゲーム配信なんですけど、皆さん見ますか？ YouTube 配信見ますよね。19時じゃなかった？もちのろんのすけって公式から多分、そう AKB48 の公式かな、見てください。昨日は昨日聞いたんですよ、ゲーム配信やりますって。だからと思って、荒野行動なんかさ、昔荒野行動やってたんやけど、私携帯を変えたんですよ、あの交換をしたんです、後ろが割れてたので。で、そしたらあのね、結構あの引き継ぎを忘れてて、初めからになっちゃったんですけど、で昨日ね友達と荒野行動をして1位を取って、あの12キルしました。そう、めちゃくちゃ直近やった、びっくりびっくりでした。まあ、そんな感じで今日やらせていただくんですけど、昨日ね本当は1回だけ 1,2 回って思ってたけど、やっぱ負けず嫌い出ちゃって何回もやっちゃったよねって感じ。そうです、だから皆さん19時から YouTube AKB48 の YouTube 配信見てください。ゲーム配信お願いします。初見ですって、ありがとう。すごー、え、なんか浮き輪持ってる人おる、しかも浜さえなって書いてた、え、すごー、はい、さあ、高い場所って好きですか？そんな好きじゃないかな。ハマちゃんゲーム強いの？強いってよりは私はゲーム好きって感じ。全然関係ない話していいですか？昨日でバスケのシーズンが終わっちゃったんですよ。超悲しい。で、来シーズンが始まるわけですけど、なんか選手とかスタッフの皆さんとかがなんか今までありがとうございましたみたいな、なんか悲しくなるからやめてほしいって思った。なんか悲しくなるし、普通にやめてくれって思いました。でもやっぱりシガレイクスターズ来シーズンね、どうなるのかわかんないですけど、結構ねすごい選手がめちゃくちゃ集まってきてるから、それも楽しみですし、渋谷に高橋光陽選手が来るので、千葉ジェッツと高橋光陽選手の、あの千葉ジェッツ佐藤拓磨選手と渋谷サンロッカーズの高橋光陽選手が対決するところが楽しみだねってずっとスタッフさんと話をしていました。
オリンピックのバスケもあるね。行きたいよ、めっちゃ行きたい。でもなんかどうやってチケットとか取れなさそう。下半期は何を応援する？バスケ。すごいかわいい、なんか流れ星めっちゃかわいい。そう、え、すごっ、めっちゃかわいい。この流れ星かわいい、すごい、めっちゃかわいい。あれみたい、ウィンブルドンへ連れてってみたい。レレレレ、頑張って初めての恋を。そう、ババ雄大選手が結婚した。すごい、びっくりした。私今日一驚いた。あのね、今日琵琶湖の日なんですって。他人事。え、めっちゃ流してくれてる、嬉しい。めっちゃ可愛い、この流れ星がバカ可愛い。でなんかね、あの琵琶湖の日なんやと思って、ちょっと後でツイートしようって思ってたら、まさかの馬場雄大選手があの結婚ってことで、おめでたすぎるって思いました。初恋だったのね。そうなん、初恋やったんだ。あんま詳しくは知らないですけど。日本にいた時からってことですか。ドゥ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 、初めてのコーヒーを入れて、胸の奥で叫ぶ。ああ、そうなんや、横山復帰なんや。確かに7月がする。なんかもうみんな B2 に行ったりとか、やっぱり今シーズン、来シーズンは島根とかも強そうですし、 B2 がめちゃくちゃ力を、やっぱ茨城が B1 に上がったからか、 B2 がすごいね、力をなんか出そうとしているような気がします。楽しみです。私来シーズンはB1 ももちろんなんですけど、あの高校バスケとかも気になりますし、高校バスケ、大学バスケ、女子バスケで普通に B1、B2、B3 も気になりますし、なんかね、いろいろ気になる。 NBA もめっちゃ気になるし、もう最近ね、スタッフさんとエリナちゃんとなんかバスケの話しかしてないです。ここ最近ね、もう全部連絡することがスタッフさんとエリナちゃんで、でその2人にはもう違う話題でわざわざバスケの話ずっとしてる。そう、親行動するよ、19時から。初めての恋をフレフレフ、胸の奥で叫ぶ。私ってこの前いつ配信したっけ。忘れちゃった。あ、え、チームメイト公演の後したよね。忘れちゃった。 AKB でバスケの試合とかできたの。バスケの試合っていうか AKB でバスケの仕事欲しい、パフォーマンスしたい。私あの時に好きになっとけばよかった。小田とか横浜アルバルクでもしてたよね。うん、やりたかった。なんであの時私バスケ知らんかった。あの、だいぶショックです。世界の配信はフィギュアが、あ、やってんね。やってますね。ずっと言ってたらできるんじゃない。もう私はずっと言ってます。もうずっと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 、君だけなんだ。
なんかエリナちゃんがさダブドリガールみたいなのなっててめっちゃ羨ましかった。でも私はやっぱりそこまでの知識がまだバスケないからって感じです。そういえばこの前2日前ぐらいかなにあのジョン・マイ・ラブの台本が来まして、あのね、まだ見てないんですけど昨日コピーしてきました。バッシュ持ってない、だってバスケしたことないんだもん。でもバスケしたいです、めっちゃ。これカラオケしたいけどさ、イヤホンないとできひんよね。ってことは無理です。遊びでもない、一回もやったことない。やりたい、バスケできる人生やったらよかったのにな。体育でバスケの授業あった、あった。でもバスケ苦手でした、球技が苦手でした。私こう見えてよく運動得意そうって言われるんですけど、結構ね運動音痴なとこあるよね。シューターに憧れるよね。まあね、まあ私はシューターですね。バスケのユニフォーム似合いそう。でもあの私エリナちゃんにたまに連れてってもらってるバスケのなんかねボールとかがいっぱいあるカフェがあるんですけど、そこに連れてってもらった時にあれ買い、あのゲットしました、あのバスケ T シャツとバスパンをゲットしました。ハマちゃん何部だったの？帰宅部。ポイントガード向きかも。ポイントガードとか絶対むずいし。ポイントガードか。なんかこれの光でか、ここに骨あるみたい。ほら、ここになんか骨あるみたい、筋みたい。トゥットゥルトゥットゥットゥトゥ。骨じゃない、何これ、影？絶対影。なんか影でさ、ここがさ骨みたい。ハマちゃん何でもスポーツできそう。できひん。私は多分本当に運動音痴です。今日リップの色を変えてみたんです、なんかゲットしたやつ。赤すぎる？もういっか。パキッとしてるからいいよね。宮城亮太目指しましょう。私でもあのスラダンやったら宮城が一番好きです。眠い。昨日ね30までやってたんです。荒野行動、今日のために練習してました。眠くて眠くてたまりません。今日終わって帰ったら爆睡しそう。黒バスなら誰が好き？黒バスは私見てない。ハマちゃんは好きなゲーム持ってませんでした？持ってるよ。スマブラはねあんまりね得意じゃないからやらん。読んだことないけど桜木花道は知ってる。
桜木花道のね、みんな知ってるよね。知らん人おるんかな。おるか。なんか寒くなってきた。スプラトゥーンは持ってるけど別に得意ではない。アヒルの空面白いわ。前回持ってます。スラダンもね、前回持ってる。むしろスラダンはあんまね、漫画しか読んだことないかも、正直。アヒルの空はアニメも見てるけど、どっちもあれ持ってます。あの前回持ってます、漫画。でもやっぱスラダンで書いてたルールと今は全然違うからね、あれで学びたかったのに全然ね、学べませんでした。この前ね、めちゃくちゃ懐かしい感じのお仕事をさせていただいたんですけど、また情報解禁したらお知らせしたいと思うんですけど、ありがたいなって思いました、すごく。と同時に、あー、分からん、どれぐらい言っていいか分からんから言えへんけど、すごいね、懐かしさを感じました。とにかく懐かしかったな。情報解禁したら皆さんに言って、言いたいと思います。いつ頃解禁、いつなんやろあれ、私もよくわからんのやけど、いつ解禁か言われてないんですよね。いつなんやろ、関西役所のファンでしたって。お、嬉しい、ありがとう。もうね、関西役所ね、またやりたいよね。ミキさんとか私たちのこと覚えてるんかなっていうレベル。トゥットゥルットゥルットゥ、寒い。17時半になったら終わるから教えてください。今何時？最近に聞いてきたんです。ここのところ、ね、放送局がなくなっちゃったので、もう無理です。関西アクションは伝説の番組、すごい楽しかった。5時、おお、ちょうど、そろそろ17時、30分か。30分何しよう。皆さん何時に寝ますか？でも19時までは絶対起きててくださいね。19時から配信があるので。何これ、なんか七夕みたいな。あ、もうちょっとで七夕やん。7月7日来た。ヤッホー。8で一番小さいの。いや、どうなの、そうかも。どうなの。え、この前
京香ちゃんと会ったらなんかめっちゃ身長高くなっててびっくりした。私は身長伸びません。私は身長伸びないんです。京子ちゃんめっちゃ身長高くなってたよ。弟くん何歳だったの？何歳や？もうちょっとで誕生日です。そう、髪めっちゃ伸びましたよ。めっちゃ長い。なんかみんなにエクステって言われるけど、エクステじゃないです。全然地毛。もうね、髪の毛がもうだいぶ落ちてきたわ。染めてないわ、あれから。めんどくちゃくて。思い出すのはなるチャンネルで買いすぎ。ああ懐かしい。出た。あ、あさって誕生日なんよって。お、おめでとう、和志さん。ハッピーバースデー HPP。明後日っていつ？3日。おめでとう。おめ。渚みたいにカットすればってさい。私は成人式まで伸ばそうと考えております。眠い。ちょっと寝ようかな。ちょっと寝てから配信しようかな。19時から。何の YouTube ですか？ゲーム配信です。19時から見てください。起きれる自信ない。しかもなんかここで寝るの気まずいし。私もうあと7月になったんで、あと1ヶ月ちょいで20歳の誕生日です。どんな感じで20歳を迎えるんでしょう。愛媛で迎えるんかな、それとも東京で迎えるんかな、それとも滋賀で迎えるんかな。私の理想は滋賀レイクスターズで迎えることです。バスケをに関わりながら誕生日を迎えたいです。それか演技に関わりながら誕生日を迎えたいです。てそろそろ終わりましょうかね。ランキングを読みます。13位、りょうりょうさん、ありがとう。そして12位、みんぺさん、ありがとうございます。そして11位、あじずファワジスさん、ありがとうございます。そして10位、まなさん、ありがとう。そして9位、フロストさん、
ありがとうございます。そして8位、鉄浜ちゃん、おしゃれになった、早く会いたい、アットマーク台湾さん、ありがとう。おしゃれ嬉しい。大西と色地、ありがとうございます。そして7位、サドルラブさん、ありがとうございます。そして6位、 YSA73 アットマーク、今年の後半も頑張りましょうね、下半期終わった怖いよ、ありがとうございます。そして5位、みゆさん、ありがとう。そして4位、トイさん、ありがとうございます。そして3位、たくまさん、ありがとう。そして2位、かずさん、センキュー。そして1位、クレズさん、ありがとうございます。ということで今日は見てくれてありがとうございました。爪かわいい。ということで今日はこの辺で終わります。それで19時からですね、 YouTube AKB48 の公式かな、 YouTube 配信、荒野行動配信も19時からスタートするので、ぜひそちらも見てくだされると嬉しいなと思います。ではでは皆さん、19時から見てくださいねー。ということでありがとうございました。何してはるやろ。ありがとうございました。気になる。ありがとうございました。ということで荒野行動ぜひ見てね、19時から絶対見てください。 SNS は Twitter、Instagram755、TikTok やってるので、ぜひそちらも見てください。それではおやすみなさい。あ、まだや。じゃあまた後でね、バイバーイ、行きます、バイバーイ。